はい、人生の並木道を歌わせていただきました。この曲は、オリジナルはディック・ミネさんの歌唱で、よく知られておりますけれども、石原裕次郎さんですとか美空ひばりさんですとか、いろんな方が、カバーされているということで、そういった意味でも、やはり名曲ということをね、皆様がご存知の曲なんじゃないかなというふうに思います。そのディック・ミネさんの、色っぽい歌唱といいますか、その、お声と歌い回しがあって、この曲の歌詞の世界、よく表現される曲だと思うんですけれども、寂しい、イメージになりがちの曲なんですが、歌詞の内容を読み込んでいくと、だんだんと曲が進んでいくにつれて、最後希望をね、持てるような歌詞の内容になっているので、光が見えるような、最後こう曲の終わりに向かって進んでいけるような、そういう歌唱を自分では目指したつもりです。どういうふうな、我々のハーモニーによって曲が作られているか楽しみにしていただければ嬉しく思います。